サウナ好きですか？あ、そう、サウナ好き？大好き。え、どういう入り方する？サウナ入って、水風呂入ってっていうのを繰り返してる。あー、やめた方がいいよ。青いね、青い青い青いよ。自分の体をそれは酷使してるだけというか、まあ、気持ちいいよ。疲れは取れてない。俺が聞いたのはね、体の芯まで温まって汗かいて、それをまあ出て流して水風呂入ります。 1,2 分でいいですよ。その後です。大事なのはもう綺麗に体の水分を含んですよね。水風呂に入ってますから、この水滴いっぱいあるでしょ。あれをね、こう持ってるタオルを絞りまくって綺麗に全身全部飛ぶ。ちょっと水分もない、もうサラサラの状態ですね。もうあのケーキのパティシエがね、スポンジに生クリームって綺麗にさ整えるじゃん。あのイメージです。綺麗に丁寧に取って、そこはもう一滴もないぐらい取って、そしてその状態でまあ、外があるとこあるでしょ。ベストはこう椅子あるでしょ。こういう感じで寝そべる。リクライニングチェア。リクライニングチェア。あそこ寝そべる。5分ぐらい。もうやばいです。もうこうってたらもう全身が毛立つというか、もう全身にこう感覚が蘇って、ふわーってこう天に昇る感じになって、そこが最高に気持ちいいですよ、まず。で、その5分のその寝てる時間を整えタイムと言います。体を整える。これ実際その師匠、サウナの師匠が、いて、それが本当に整え親方って言われてる言われてるらしいんです。本当にその人の伝授ですから、これは本当のサウナの入り方です。で、一回そのままどこにも風呂も入らず、もう一回サウナ行きます、で、また汗かきます。また 1,2 分水が入ります。また同じです。綺麗に浮いて、またボーッと、もう全身がもうチリチリってこう全部ちっちゃい微電流を流されてる感じで、チリっていう、あ、気持ちいいってなって、もうベストはもう一回ぐらい、もう時間なければそこで終わりしてもいいんですけど、気持ちよくて言った、やったそれやから、やれよ言ってないもん、ね、なんでよ、あれだけ俺やって、お前マジかって言ってたじゃん、ランランとした目で。忘れてた言ってないんだよ、でも、いやー、これサウナの人ぜひね、あ、やってるよって人もいるんでしょうけど、だけどね、知らない人多いと思う。だってあのベンチシートみたいな、あの寝るところすげえ空いてるから、まあね、絶対空いてるのよ。これ知ってたらさ、みんなそこ行ってるはずじゃん。整えてないんですよ。確かに俺、整え親方と一緒にサウナ行ってみたい。そう、そしたらね、ほんとね、もうその日すげえ疲れてるじゃん、毎日が、やってみた、その夜だよ。ものすごいぎっしぎしの日だったよ、その時も移動もあって、ぎっしぎしに働いた夜に家族でサウナ行ったんだけど、帰ってきてもう12時超えてたかな。もうそっからいつも俺、夜の犬の散歩があるんだけど、なんだろうな、何の苦でもなかったもんね。あ、疲れが取れてんだ。よっしゃ行くぞ、やめろ、行こうみたいな。ビビったもん、自分のなんかもう活動力に。逆に体に良くねえんじゃねえか。いや、もしかしたらすげえ疲れてるはずなのに、こう覚醒させちゃって、そうかもしれない、麻痺させて、あんな疲れてるのにそんなことおかしいじゃん、そうかもしれないね、本当に。